最近の個人的ニュースです。最近 SSD をよく見ているんですが、また値段高くなったなと思っていたんですが、やっぱり高くなっていました。SSD と調べてみると良い記事を見つけたので紹介します。記憶し屋株式会社は10日、同社四日市工場及び北上工場に低物混入が発生し、1月下旬から創業に影響が出ていると発表した 3D、ナンドフラッシュ、DICS、フラッシュ、 の特定の生産工程において、不純物を含む部材が発見されたもので、現在対策を行った上で、通常稼働への早期復旧を目指しているという。なお、2D、ナンドフラッシュの出荷については影響がない見込みだとしている、パートナー企業の WESTERN、DIGITL では、少なくとも約6.5エクサバイト分、65億ギガバイトまたは650万テラバイト、 のフラッシュメモリ供給が減ると見ている今後高くなっていくことがわかり最近はよくゲームをするので SSD 買いたかったんですがまた安くなるまで待ちたいと思います動画を見ていただきありがとうございます